青島先生、お元気ですか？俺は今一人でアパートに住んでいます。卑怯者、嘘つき、先生なんか大嫌いだ。俺のこの最後の言葉は先生を傷つけたと思います。あの時、先生が学校を去る時、俺は先生がそばからいなくなるという現実がたまらなくて、自分の子供じみた感情だけをぶつけていました。先生の苦しい本当の声が聞こえていなかったんです。俺も先生との約束が守れていなかったんです。ヒーロー、約束を守れなくてごめん。こんなに遅くなってごめん。先生には黙っていたけど、俺の母さんは少し精神錯乱を起こしていて、俺を家から出ていた父さんの身代わりにしていました。俺は家に帰るのが怖かった。母さんは愛する人に見捨てられて孤独だったんだと思います。ねえ先生、俺は先生の声が好きでした。笑った顔が好きでした。大きな手が好きでした。2年前、先生はその大きな手で一度だけ俺の頭を優しく撫でてくれましたよね。その時の先生の手は温かくて安心しました。ヒーロー、俺はお前が怖かった。自分自身が怖かったんだ。お前の感情が日々大きくなる自分を押しとどめようとしたから、あの時学校を去るしかなかった。俺は結局世間体や常識というケージから抜け出す勇気がなかったんだ。ねえ先生、俺がちゃんと学校を卒業してまた先生に会いに行ったら、もう一度星の話や生物の話をしてくれますか？文化祭で見たプラネタリウム、もう一度見せてくれますか？そして2年前にした先生との約束、俺は今度こそ先生の本当の声を見つけようと思います。先生の声を、そばで聞きたいです。Hiiro!